会人1年目の方のお悩み相談を解決してもらおうという企画になっております。ゆかしと申します。サクラスの池上です。よろしくお願いします。みなみと申します。お願いします。これはやっといてよかったって思うことと、やり残したなって思うことが教えていただきたいなと思います。燃え尽きるぐらいまで働いたのがよかったな。年収1000万ドライバーすんだよ。サラリーマン生活で後悔していることがある。もしもその仮に、まあ、今の会社から転職したりとか独立したいと思った時に、いや私社会人生活後悔しなかったわって言える状態でサラリーマンを卒業したいっていつかは思うはずなので、なのでそのためにもちょっと聞いておきたいです。学生時代に起業しておけばよかったかなとは思うけど、うん、他人に決めさせられたってことはほぼないようにしてて、自分で決めてればしょうがないじゃん。もう自分でやったことだし、うん、あ、僕はもう子がめちゃくちゃいっぱいあって、はい、まさに早く起業すればよかったっていう、そのサラリーマン以外の生き方をもっと早くすればよかったなっていう後悔がすごくあって、うん、サラリーマンになる必要なかったら僕は大学も行ける意味なかったんじゃないかと思っていて、うん、頑張ったんですけど無駄だったってすごい思っていて、なんなら高卒でもよかったなってすごい思っていて、だから損切りする勇気っていうのはなかったなっていう後悔で、やっと27ぐらいで自分で会社作るんですけど、18で作ってもよかったなっていう後悔がある。どう勇気ある状態に変えたんですか？だから貧乏だったし知識もなかったんで、なんで儲かってるのかっていう社会の構造を知りに行くっていうことをした情報弱者だったんです、僕は。一生大事なことなのでそういう人を探すっていう、はい、ちなみに探すってなった時に出会いないし無理じゃんみたいな風に思っちゃう。それこそわらしべ長者じゃない、その尊敬する人を一人見つけたら、うん、そこからつないでもらって、うん、まずは手が届く範囲で、やっぱ組織の中に入るとまた思考とかも変わっていくんだね。周りがそうだしね、変わっていく、関わる人の5人の平均が自分以外と言いますもんね。プライベートの時間とかどういう風に確保して、でその確保した時間の中でどんなことをやってたのかお聞きしたいです。プライベートないんですけど先ほどのその合コンめいたものも社内の交流を目的としているので、あまりプライベートではない。友人の結婚式とかもやっぱり入社1年目2年目3年目結構あったんですけど、二次会にちょっと顔を出して仕事の続きをやるために大至急帰るみたいななんで友達減った気がするななんだかんだそれを楽しんでるみたいなのはあると思いますけどね。やらされ感はないからね、昔もね、まあ、今になるとプライベートも充実している仕事ができる人を見ると尊敬します。僕は後悔もすごいあって、やっぱ自分の気持ちを隠してたり言わなかったケースがやっぱあって、で言えばよかったなっていうのは、海外にラグビーの試合見に行きたいと、どうしても行きたいっていうのをやっぱこう言えなかったんですよね。で言わずに1年目2年目過ごして、4年目ぐらいでやっと、いやラグビーワールドカップがあるから行きたいんですと、どうしてもっていうのをやっと言えるようになって、これなんで1年目から言わなかったんだろうなっていうすごい後悔をしていて、行きたいんだったら行きたいんですよっていうふうに言うべきだったなと。だからプライベートでも優先したいことがあれば言うべき、そしたら伝わるから、我慢すればするほど自分が損するので、我慢せずに言った方がいい。土日はもうなかったって大前提で話聞いてる。仕事してた時もあるし、何もしてない時もあった。何もしてない時って何するんですか？それこそお話聞いてて社長さんとかに会いに行くのっていつしてたのっていうふうに単純に疑問だったんですけど、僕は26、7ぐらいの時やったんですけど、若手の時はそれこそラグビー部の試合練習してました。私はまあ若手の頃は土日にじゃあ今日仕事ないからって言われても困っちゃうんですよね。やることがない、うん、早く帰れてなんか23時とかに家に帰ってきたとして、あれまだ23時なんかやることがないみたいな、うん、なっちゃうんで、土日休めるよって言われても逆に何すんの。確かに今何してるの。確かに確かに本読んだり、本はいいと思う、本読んだ方がいい、動画教材を見たり、今はその土日も何か仕事につながってるものをやってないと気が済まないっていうか、一日ね休んだらすごいリフレッシュしてめっちゃ次の日働けるとかだったらありかもね。そういう悩みが日本の社会人の 1,2,3 年目ぐらいの人で結構多いんだなって最近僕にしました。いろんな会社でそうですよ。同級生が今新卒1年目なんですよね、うん、だからめっちゃ聞くんですよね、仕事が楽しくないとか、出会いもないらしい。でも俺もないけど社内の人しか会わないというか、時間的にもそうだし、学生は学生だっていうんでさ、もういろんな社交の場に連れ回されるじゃない、特に最近は、うん、それと1年目比べたらもうほぼ無理やね、うん、私結構いろんな人に会ってきて自信あるけど全然足りなかったなってすごい、マジでしてるいっぱい出会っておけばよかったなって本当に思います。でもまあ今からやればいいんですか。そうなんですよ、今からわらくばってわらくばって、うん
ある程度質問が終わったので、はい、今日の感想を伺ってもいいですか。そんなに心配しなくても自分の思ってることを話したりとか伝えていったりとか、あとは社外でちゃんと行動を起こしていればまあなんとかなるかもとはなんかちょっと思いました。とりあえずあの身の回りのこういう人たちのわらをかかる。ちなみに例えば後輩から相談乗ってくださいって言われたらどういう気持ちなんですか。乗ってあげようとか可愛いなって思ったりするんですか。人場合によるな。そうですね、人によるでしょ。何かしらのメリットとかがあったらっていう感じですね。ちゃんと努力した人からじゃない、うん、努力した上で努力しててほしい。こういう結論に至った、これも結論が合ってるかどうか見てほしいみたいな。行動もしてないのに悩んでますは分かってる。ちなみに今見て社会人1年目のお人に向けて一言のメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。本当に辛かったら逃げていいんだよっていう前提で、そこを自分で知りながらやれるだけやってみて、自分の人生は自分のものだから自分で決めれると後悔がなくて楽しいんじゃないっていう感じですかね。日本は広い、世界地図で見ると日本ってすごい狭いように見えるんだけど、めちゃくちゃ広くて本当に儲かってる人めちゃくちゃいっぱいいるので、そういう人から盗んで社会の構造全体を知るっていうことをした方がいいと思います、はい。皆さんから告知があればよろしくお願いします。私の会社ではやる気あふれるインターンの学生を募集してます。インターンになったら現実を見ることができます。お金をもらえることがメリットっていうよりはお金を稼げる能力がつくっていう感じですね。素晴らしい。腕に自信がある人待ってます。インスタ、ツイッター、ノートなどでひたすら情報発信をしてますので概要欄からフォローをぜひお願いします。ほぼ更新してないインスタとよくネガティブなことをつぶやいてるツイッターがこちらです。はい、ということで皆さん下の概要欄からぜひ覗いてみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこのチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。